市民の皆さん、こんにちは。熊谷市長の富岡清です。まず、自分のことをお話をしたいと思います。私は昭和28年の生まれです。ちょうど60歳になりました。30歳の時に市会議員になりましたので、その時には60歳になる自分の姿を想像ができませんでしたけれども、長い間、この世界で皆さんにご支援をいただいてきた結果、 とうとう30年間この世界で生きてきたことになります市内の小中学校そして高校を卒業し早稲田の法学部で勉強させていただきその後地元の農協に約7年間勤めましたそして熊谷市議会議員になり2期8年勤めさせていただき平成3年には埼玉県議会議員に当選をさせていただき 三期十一年間務めさせていただいたところです。その後熊谷の市長選挙がありまして、平成十四年合併前の最後の第二十一代ということになりますが、最後の熊谷市長を務めさせていただきました。その後皆さんご案内のように平成十七年に当時の熊谷市と大里町と目の間町が合併をいたしましたので、平成二十一年から 失礼します。平成十七年から新熊谷市の市長ということでお世話になっております。十七年、二十一年の選挙で当選をさせていただき、二期八年間熊谷市の新熊谷市の市長ということでご協力をいただいてきたところであります。自己紹介をさせていただきました。さて、今回熊谷市長選挙立候補するということで今決意を固めているところであります。 まだまだやらなければならないことがたくさんあるというふうに認識をいたしております行政は継続性が大切でありますし途中途中で短く区切るということがなかなか難しいところがあります一つ一つ仕事をクリアをするとまた次の仕事が生まれそして熊谷市にとってもまだまだ果たさなければならない達成をしなければならない 仕事もたくさんありますのでそれらをしっかりとやり抜きたいやり遂げたいということで立すする決意を固めたところであります誰よりもこの熊谷市を愛しているのは大切に思っているのは私だという自信と誇りがありますのでそれをしっかりと形にしていきたいというふうに思っています。